惑星エルトリア。同一星系内では唯一水と生命が誕生した星で、私たちが知る範囲では生きとし生けるもの全ての故郷である大地。星の歴史誕生から人間たちによって様々な歴史が刻まれてゆき、長い長い年月をかけて発展と衰退、再生が繰り返されてきました。そしておよそ千年前から始まった星の病。水と大地が腐り、そして乾いてゆく。地表侵食現象、死食。人が繰り広げた大地の破壊が原因だとか、星の免疫作用だとか、いろいろな説がありますが、詳しいことは分かっていません。500年前から始まったのが外宇宙航行の旅と植民惑星の探索と開拓。幸いにして人の住める星はいくつか発見され、人々は故郷を離れ新たな惑星へと旅立っていきました。人類のほとんどがいなくなっても、この星の病は止まることなく、故郷に残った人類はわずかばかりの安全地帯に隠れ住み、死食の拡散や危険生物の攻撃にさらされながら静かに生きていくしかありませんでした。でもそんな時代の中に一人の科学者が生まれました。グランツ・フローリアン。彼は星の病を救い、この星を再び緑豊かな星に戻すため研究と実験を続けました。超古代技術の発掘と解析、作業機械ギアーズの開発。彼は自身の人生の全てをかけて星の病を救おうとしたんです。彼が残した星を救う技術と意志の全てを私は記録していっています。孤独な研究の日々の中でもいつも明るくて私たちに優しかった。私と妹にとっては世界で一番大事な人。私たちの博士、父さんのことを後の世界の人たちに知ってほしいと思うから。それから私たちの周りで毎日起こる楽しいことや時々起こる不思議なことも一緒に記録していきます。